せーの、どうもせーの人、ケンタとまさきとまっちゃんまだ何出てきた、まっちゃんまっちゃんま出てきたびっくりしちゃうよ。はい、ということで今日はちょっとある二人にちょっとした企画を持ってきました。なるほど、はいはい、誰さん。真ん中のケンタとまさきです。よいしょ。で、この二人には持ってるものと持ってないものがあると最近気づいたんですよ。なるほどね、なるほど。なんかどっちかが持ってるけど、そう、どっちかはそれを持ってない。そう、それを補っていくのがチームの良さですよね。まあそれはそうですね。そう、その何が持ってて何が持ってないかというと日本語力間違いない、うん、ごもっとも。まあこっちがまあ案の定日本語ない人、ない日本語ない人日本語ない人と日本語ある人、ある人いやもうね、これはもうこれはね、もう動画見てる人でも分かると思うよ、これは、うん、もう最近露骨に出るかき氷とか結構ひどくなかった。やばかった。ひどかったよね。小学校に昔親が買ってくれた。小学校に昔親が買ってくれた。もうめちゃくちゃです。まあ、国語のテストどうやって乗り切ってきたんだよ。なんか独特な言い回しがあるよね。うんうん、意味はわかるんだよ、俺らはもう。ずっと一緒にいるから。持ち合わせとか。そう。あんなことはないけどね。作るもんね。造語、作るんだよね。造語、甘神、見当違い。よだれ。よだれ。そう、それで、ちょっと、勝負したら面白いんじゃないかと。なるほど。まあ、普通に勝負したら、まあ、まさきが勝つだろうと。まあね。そこで、逆にまさきがちょっと不利なお題で、ディベートしたら、いい勝負してくれんじゃねと。そういうことか。ちょうどいいね。ちょうどいいんじゃない、うん、もう、言い合いだ。そう、言い合い。ハンデは必要。そうか、そうか。確かになんか普通になんか会議とかさ、普通のなんかお話とかでも、結構、ケントに言ったことに対して俺がこう丸め込んじゃうシーンとかあるんだね、うん、結構それを俺が丸め込みづらいお題でやってバランスを取ったらどっちが勝つんだってことね。そう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 、おもろいやで、なんならさ、その今回の対決でケントが国語力ちょっと上がったらいいよね。あ、確かに。会話円滑にできたらさ助かるんよ。もう水平の底上げだから。いや、そう、うちらが会議してる時にケントの理解が遅れてなんかうちらが前提喋った後に本題に入るんですよね。そしたらケントね、本題の時に前提を喋り始めるんですよ。これ昔からだもんね、ケントね。もう大前提に多分俺はシンプルに秘書の話を聞いてる。そうさ、うん、多分こう来たのをこのままこう流してるから。そうそうそう、まさきが勝ったらもうケントの存在意義よ。じゃあちなみにそこまで行くんだ。ちなみにさ、この俺の圧倒的な有利の中でさ、うん、2人はどっちが勝つの現状。あ、予想ね、予想。そうそうそう、あ、いいこと言う。まさきは今圧倒的不利じゃん、うん、この圧倒的な有利なハンデをもらった俺でも改めてどう思う。いやでもケントがちゃんと喋れればケントが勝つとは俺思う。ああ、ちゃんと喋れればだよ、うん、ちゃんとだよ。それができないからこの動画があるんじゃない。そうです。俺はね、なんだかんだまさき勝っちゃうんじゃないかなって思ってる。いやその未来もちょっと見える。あるよね。どうするケント、信用ないよケント。いやーこれさ、大丈夫、ジャッジとかは公平にしてくれんの、ちゃんと。あ、そうで、今回その勝敗のルール決め、勝敗の付け方なんですけども、もう完全にもうフラットな目で一旦見ます、はい、もう先入観なし、今までのケントのことは忘れます。それで審査員、俺、あ、まあ、俺でいいか。俺お前、松木変わる今、場所変わる、変わる今。俺、あると、のすけ。はい、おー、のすけも、なるほど。うん、まあ、そっちにいるからね。うん、その三人で、まさあき、ケント、まさあき、みたいな感じで。大事にしてね。大事にして、大事ボクシング方式だ。そう。それで勝敗をつけたいと思います。はい、なるほど。まあ、以上のルールでやっていきますか。はい。おっす。よろしくお願いします。よかろう。お前が上だわこの人。さあ、じゃあ準備もできたので、第一テーマはお風呂上がりはドライヤーをした方がいい。おー、なるほど。じゃあちなみにこれあれだよね、ケントが有利になるってことはどっちだ。ケントはドライヤーをした方がいい派です。まさきさんはドライヤーはしない方がいい派です。なるほど。なんでこのテーマにしたかっていうのがしたんですけど、まさきさん、僕らとサウナ行っても絶対にドライヤーしないんですよ。確かに。こんなに髪長いんだよ。確かに。そう、その理由がちょっと気になってるっていうところと、なんか、お互いの主張があって、ちゃんと討論になるんじゃないかなっていう。なるほど。はい、ちなみに、あ、はい、そう。なんか、制限時間とか、そういうのはあるんですか？5
6分。長いよ、6分は。スケさんが5分と言いましたので、5分で。6分ですね。では、ディベートを開始させていただきます。よーい、スタート。チン。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。まあ、こういう時はね、大体、いい派から始まると思うんで。じゃあ、ケントから主張をお願いします。まあ、じゃあ俺からお言葉に甘えていただけますか。ちょっと今、限定になってない、今。もうちょっと、片鱗が出てますけど。まず、じゃあ、ね、ドライヤーをした方がいい派の僕ですけど、うん、じゃあまずなんでドライヤーをしなきゃいけないのかっていうことについて、まず、風呂上がってドライヤー絶対するじゃないですか、皆さん。大前提に、フケが出るからドライヤーをするっていう人と、あとは、まあ、その後お出かけするから乾きづらいし、そのまま外に行けないとっていうのがあるから、やっぱり早く乾かしたい。自然乾燥じゃ時間が長いからドライヤーをするっていうのが、まあ多分一般的な意見だと思うんですよ。大前提にね。で、俺がドライヤー、ちょっと待ってね。そういう作戦かもしれないけど。うわ、こいつ時間使ってる。いや、ドライヤーをさ、まずしなかった時ってさ、やっぱ自然乾燥じゃさ、まあフケ出るのも当たり前だけど、そもそも男の子の話だけじゃないじゃん。女の子とかさ、髪長いじゃん、めちゃくちゃ。長い人が多いわけじゃん。そういう人がさ、その出かける前に髪濡らしてさ、そのまま行っちゃったらさ、髪濡れた状態でさ、出かけることになるじゃん。うん。そんな人ってさ、いないじゃん、まず。べちょべちょの状態でお出かけに行く人って。そう考えるとさ、ドライヤーしたいかしたくないかとかじゃなくてさ、しなきゃならないみたいな、義務教育みたいなもんよ。なるほど。うん。ドライヤーは義務教育です。これが俺の結論です。はい。よろしいですか？以上。はい。じゃあ、しなくていい派の反論をしたいと思います。まあ今、ケントはね、主張として整理すると、まあ、ドライヤーをしないとフケが出るというのと、まあ、非常に時間が自然乾燥とかかるから、まあ、髪長い人は特にドライヤーしなきゃいけない。まあ、僕、髪長いんですけど、ドライヤーしないですね。まあ、自然乾燥の方がいいと、僕はそう思ってるんです。結構、温熱系のね、ドライヤーってやっぱり使われてる方多いと思うんですけど、まあ、そういうのだと、さらに汗をかいてしまって、ね、余計ちょっと油が出てしまう。ちなみにケント君に後で質問したいんですけど、自然乾燥とフケが出るっていうそのメカニズムはどういう風になってるのかっていうのは質問したくて。なるほど。うん。まあなんかドライヤーで例えば温風で汗かくと余計その油がね、せっかく洗ったのに出てきてしまって、まあまたそのそれもそれでフケの原因になるんじゃないかと僕は思うんですね。まああと時間短縮、じゃあこれは髪短い人は別にそんなにしなくてもいいんじゃないかと。けどタオルドライだけでも悪くないんじゃないかなと思いますね。まあ髪長い人は確かにしなきゃいけないんですけど、じゃあそれが 100% 人類がね義務教育のようにドライをすべきかっていう論には僕はならないと思いますね。はい。まあ非常に自然乾燥で僕は今までほとんどねこの辺のニキビとかもできたことないですし、まあ、特に害もなく僕は生活しているのでそれも大丈夫だと思っております。ということで質問ですね。フケはどうしそれはどうしてドライヤーをしないとフケが出るんですか。どうしてフケが出ると思うってこと。うん。え？僕わかんないから教えてください。なるほど。俺がドライヤーをしなかったら、フケが出る原因ね。それは、その、水分がさ、頭皮につくじゃない。そしたらさ、もう、髪、あったかいお湯で洗った時点でさ、多分、俺の、もう、これ俺の勝手な偏見だけど、その、頭皮がただれて、ただれるが前提。なるほど。はい、ただれて、それを、あとはどう処理するかっていう問題であって、それをドライヤーをすれば、水分で余計ただれないように蒸発することができると。なるほど。5!、はい、4!、まあ、ドライヤー、皮脂と、2!、水分のバランスで付けが出るから、かけない。終了。はい。はい。5分間どうですか？短いな、意外と。まあ、なんだろうね、最初の主張がやっぱりお互い長いから、まあ難しいけど、まあちょうどいいのかなって思う。なんかこれ以上やっても、なんか苦しくない？なるほど。ギリ苦しいぐらいな。なるほど。じゃあ、まあちょうどいい時間帯ではあったと。あったと思うよ。なるほど。じゃあ、今のを聞いて、審査しますか。そうですね。まあもちろんこれディベートというか討論だから、まあ内容の整合性もそうだし、やっぱ相手の反論に対してどういう風に受けてるかっていうのも多分審査項目があるかな。はい、そうですね。ジャッジ、杉山。赤コーナー、まさき。いやー、まず一票。ジャッジ、のすけ。さっき。よいしょ、これで勝ち確。ジャッジ、さつき、まさき。オールおーストレート負けや。赤コーナー、ストレートです。マジか、やっ、結構、そうだった？そうです。ちょっと僕からちょっといいけど、どうぞ。最後に、ケンド君、偏見を持ってきてる。いや、そうなんだよな。そこでしたね、勝敗。あれ、禁句だよね、討論で。なんか、根拠を述べなきゃいけないところで、
なんか偏見を言っちゃうと根拠ちゃうやんっていうのでやっぱ結構ね討論の NG ワードだよね。なるほど。で減点対象にはなる。あ、減点対象そこでしたね。紹介さ僕の僕も一つちょっと気になった一番気になった点、まあ、制限時間5分あるんですけど、まさあきさんのこのなんていうか主張っていうのはだいたい1分半ぐらいで済んだんですけど、ケントさんね2分半ぐらいかかってた。そうだね、俺始めた時もう2分半だったもん。あの、まさあきはこの言うことがまとまってるんですよ。ピッ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 、こうだからこう、こうだからこうっていうのがまとまって、あ、すごい聞きやすい、入ってくるんですけど、ケントさんね、何々じゃん、何々だから何々するときって何々じゃんみたいな、なんかこうこっちに問いかけてくるような問答が多くて、ちょっと自信ないんだよね。いや、わかるよ、自信ないの。あの、トップバッターだし。なんかね、まとまってなかったんですよ。それからちょっと出すぎてたね。なるほど。時間が食いすぎてたっていうのが気になってました。結局同じこと2回ぐらいしたから、ね。そうなんです。時間が食うっていうのがちょっと。のすけさんは。いや、もうその通りで。その通りで。前半と後半に分けても、前半で同じこと言って、後半で同じこと言ってた。もっといい攻めパンチあったよね。ああ、あったかもしれない。まだ喧嘩してない。うん、いや、ケントのパンチが弱かった。いや、まあ、でも、正直俺は、敵のメカニズムなんて全く知らないし。俺も知らない。そう、でも、そう、ケントも知らないなと思ったから、言ったら詰まるだろうっていう。ボロ出るだろうっていう攻め方する。そういうことなんだよね、討論っていうのは。そうそうそう。相手の弱点を詰めるっていう。正しいかどうかじゃないんだよ。俺多分間違ってるんですよ。なるほど。そう、言ってること全部間違ってる。絶対ケント合ってるんだけど、こいつ、詰めるだろうってところをこう、取らせる。ここが、あの、力量の差ですね。佐々木くんとケント君の力量の差です、今のは。じゃあ、まさきはずっと理不尽なことを言ってるんだ。そう。だから、まあ、頷けはしないような。嘘やんって言えば嘘やんなのさ。でもじゃあ何が嘘なんって言われて、返せないとこれはこれでケントが。あ、そうね。髪が痛むとか言ってほしかったな、ケント。自然乾燥は髪痛むんじゃないですか。しかも世間一般的にドライヤーで髪乾かすの夜だからね。出かける時じゃないか。あ、そっか。それ朝シャンハン話してた。まさきゴリゴリ夜だから。ちょっともうちょい。攻めるじゃないですか。行こうかな。まだこう、ジャブしか。そうね、様子見てたね。ちょっとあれやな。左からちょっと当たるみたい。次のお題を発表させていただきます。次のテーマは、誹謗中傷をするべき、しないべき。結構攻めましたね、この問題。これは攻めました。これは攻めたね。これはたつきさん発案の気持ちの聞いたね。なあ、もう昨今、捨てない話題ですよ。そうですね。僕ら YouTuber です。そうです。我々も、まあ、弱いけど浴びることもあります。ね。聞いても切り離せないテーマですよ。そう。次でラストです。おぉ。最初問題になります。はい。ここでケントが、TKO を取ったら、ケントの勝ち。一発 KO だね。一発 KO 入ったら、勝ち。ボクシングだ、本当に、はい。俺の判定勝ちか、ケントの TKO が入るか。なるほど。罰ゲームとかいいっすか。うわじゃあ、負けた方は、サブチャンネルで何かの作文を音読してもらいます。あなるほど。一人で。嫌だわ。ということで、ケントくんが、この回で TKO を取れば、ケントくんの勝ちとなり、まさきくんが30分サブチャンネルで、30分音読。逆に、ケントくんが負けてしまった場合、ケントくんがサブチャンネルで30分音読です。判定負けです。いや、俺音読嫌いなんだよな、マジで。本当に嫌なんだよ、マジで。確かにね、語効力あげるっていう意味では、音読がね、一番いいかもしれないですね。じゃあ、テーマの発表をさせていただきます。はい。最終テーマは、まさあきより、ケントのが、モテる。おーなんだ、そのお題は。じゃあ、俺がモテる前提なのね。ケントは、俺の方がモテるって言ってください。じゃあ、俺の方がモテる争いだ。そうです。負けねえわ、そんな。ふざけんな。バカ野郎。ふざけ調子乗りやがって、俺が殺すから。おらおらおらはぁこの醜い争いが僕は見たかったんです。そくらへ。いや、これは負けん。お前、どってんこっからな。これは負けん。ちょっと待ってよ。ほら、モテる。モテない。これはモテない。握りっぺはモテない。握りっぺは時代です。
ほら、すげえ、ほら2点バーストになる。すごい今の。これができないやつはモテないです。はい、結論出ました。ほうじゃないこれが、これが新時代。すごい。何をカッコつけてんの、お前は。なんでケツ穴だけ器用なの。ケツ穴だけはうまい。ここの穴器用であれ、お前は。では、いきます。よーい、ドン。じゃあ、まずね、俺からいきますよ。はい。まあ、冷静に、ちょっと冷静になります。冷静に、はい。はい。まあ、僕が、じゃあ、モテる原因を3つ言います。はい。まず、1つ目、かっこいい。これはもう大前提にあります。これ気持ち悪いって思う人いるかもしれないですけど、でもこれ実は昔から俺言ってて、正義論の中で俺は一番かっこいいと。でもこれは事実であって、でも俺は小学校の頃は本当にかっこよくなかったんですよ。多分みんな知ってると思うんですけど。でも努力をしたんですよ、やっぱり。かっこよくなるための。その結果がモテるっていう風に至りました。で、2個目は、まあめちゃくちゃ優しいところ。やっぱり女の子って優しい人、好きな人、どういう人がいいって聞かれた時に優しい人って絶対言うじゃないですか。やっぱこれを兼ね備えている俺は、もうモテて当たり前なのかなっていう風に思ってるのが二つ目。三つ目は、運動神経がいいこと。いや、女の人ってサッカーやってれば、かっこいいってなるじゃない。なんかそういうのがあるから、サッカーやってて、顔もかっこよくて優しい。もうこの三点バーストを揃えてる俺は、マサアキには絶対負けないと。こんななんかひげもあってね。こんな、髪が長くてさ、ちょっと汚らしくてさ、こんななんかもう、清潔感がなくてさ、運動神経がよく見えてますけど、この人実はバスケしかできなくて、運動神経は本当に悪いんですよ。で、球技なんもできなくて、もうサッカーとかボール蹴ったーっていくような人なんで、まあそこもダメだと。で、彼は、まあ優しくかないかって言われたら、優しい人ではあります。まあそこは認めるんですけど、でもやっぱりこんなね、やっぱ汚らしくて清潔感がない。やっぱ女の人って髪長い人嫌いなんですよ。ロン毛嫌い。これマジであるんで、これが正明のモテない理由かなっていうふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、いろいろ言っていただきました。僕の主張ですね。まあ僕の方がモテます。結論から言いますと。はい。まあ間違いないですね。ちょっと外野に割られてちょっと今集中力切れましたけども、まあ非常に容姿とか、まあそういうような話はしてくれましたね。まあ僕の見た目、確かに今ロン毛と髭を生やしていて、こんなちょっとストリートのスタイルですね。じゃあ世の中のこういう人が結婚できていないのか、スキンヘッド、いわゆるハゲの人とかもね、デブの人じゃあ結婚できていないのか、そうじゃないんですね。じゃあなぜか。それは見た目にはその人によって、好き好みが分かれるか。つまり見た目がこうだから、俺の方がモテるなんていう理論はあんまり通用しないかなと思います。まあもちろんケントの容姿が好きな人もいれば、僕の容姿が好きな人もいるというのはまあありますね。その上でじゃあなんで俺の方がモテるのか。まあケントも認めてくれた要素なんですが、まあ僕は心底優しい。あの人間で一番優しいの僕なんですよ。皆さん知らないかもしれないですけど。で、あと、そうだな。ケントと比べるとね、ちょっと紳士感が強いのかなと僕は思います。まあ見た目交互ですけども。まあ僕座右の銘じゃないですけど、まあレディーファーストでありたいっていうね、もうすでに節制してまして、ドアを開けるとか、何を持つとか、彼女でなくてもですね、もうおばあちゃまになって、もうそういうのはもう心がけて常に生活しているのが僕であります。そういった滲み出る女性への真意だったり、そういったところがですね、やっぱり僕の強いところかなと思います。はい。はい、どうぞ。お前は分かってない。モテる人の特徴を述べなさい。まず、結論的に言うと、まさあきのそのね、紳士だからモテると自分で言ってました。自分は優しいから大人で、その見た目だけじゃなくて中身でついてくると。それは確かに言ってることは合ってるんですよ。けど、このモテるっていうことにおいて何がダメかっていうと、それを口にしてはいけない。まあ、このディベートを。まあ、今回討論会なんで、口にする会ですか。討論会だけど、はい、やっぱり、モテる人はそういうのを口にしないんですよ。まあ、でもこの会はね、言わなきゃいけないからね。いや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 。え、よしよしよーマジか。いや、ちょっとこれは弱いぞ、俺。判定の方で。まあ、これは弱い。勝敗を決めさせていただきます。言いたいこと全然言えんかったな。我々はもう終わった身ですからね。ありがとうございました、まずは。いえいえ、じゃあ、称えましょう、お互いを。今日マジで頑張った。試合後はね、うん、仲良く。うん。まあ、もう終わりましたね。でも、ちゃんとフェアプレイだったね。そうだね。めちゃくちゃフェアプレイだった。僕は決まりました。僕も決めました。頼むぞ、北島三郎。どこにおる、そんな人。判定に参ります。お願いします。
ジャッジノースケ。ジャッジハルト。ジャッジ達也。うわ緊張する。もう出た？出ました。もう出てるんだ。せーの、ズリラー！リアンダー！マジか、勝ったんだ。ちゃんと勝ってるよ、俺。なんでだ？じゃあまあ、これ僕から。はい。ケント君ね、それ、自分で言わないんですよ、かっこいい人は。と、発言があったんですよ。はい。ブーメランじゃねっと思ったんですよね。そうです。うわぁ、そっちか。しかも、その、ブーメランの、直前にあの正明さんのまだ意見中だったんですけど、それぶんどっちゃったんですよ、うん、はい、しかそれ何が悪いかっていうと残り40秒ぐらいなんですよね、うん、もうほぼケントが奪って喋って終わりなんですよ。そうなんですね。奪って喋って何喋るかと思ったらブーメランだったんですよそこがもうあの敗因ですよ。そうなん、5分のうち3分半以上ぐらいケント喋ってたもんね。そうなんですよ、うん、正明が消化不良にさせてしまったっていうのはもう討論においてなんか、うん、ルール違反なのかなって思っちゃったりしてね全部フラットに考えて、うん、まあ、運動神経とかも、まあ、実際分かんないし優しいかも実際分かんなかったんですけど、まさやくんのは結婚とか付き合うだったらその見た目とか関係ないし、うん、とかもあるかなって思ったんですけど、うん、確かに見た目だったら運動神経とかのいい方が、まあ、モテるかなとは思ったんで、はい、テーマとかだったら、うん、ケントかなって思いました。異論はないですケントに来る女はケントのあの口調だと寄ってくる女は安い女でしかなかったあ、そうだね、それは言っときちょっと思ったな。そうだね。なるほど。なんかケントのその主張で通るのは中学生ぐらいまでかなってちょっと思って、高校生ぐらいまでかなって。まあ足が速いで持てるのはね、確かにね、小学生とか。そう。でもまあ運動神経、神経別に、ゲスない、運動神経別にだよ。そうそうそう、それ思った、それ思ったわ。そう、ケントのいいパンチラインはね、ヒゲだと思ってた、その女子受け。ああ。そこ、お、いいとこついたなと思ったけどね。うん、最後自分のブーメランくらいで。そうなんですね。惜しかったってなった。でも確かにちょっとここ二人は俺らのこと知ってる上で話してるから、ちょっとなんだろう、めっちゃフラットなのはさっきく、全体通してのすけだったかなっていうのは思うし、まあそののすけが2回ケントに言ってるから、まあケントの主張が全く通らなかったわけでは、まあ、ないと思うんだけど、圧倒的にこの、ケント有利の企画で、まあ、任しきれなかったところは、まあ、俺の強さでもあったし、うん、ずっとケントの弱さでもあったのかなっていう感じですかね。どっちもでしたね。そうだね。いや、でも、多分相当苦しかったと思う。そう、3回とも。相当頑張ってた。ケントが自分の首絞めるまでは、ちょっと分かんなかった。うん、正直言って。じゃあ、俺が自分で弱点を出さなければ、分かんなかった。分かんない。自分で今、積み上げて出したって感じだった。あと俺ミスしかしてないんだから。本当のことなんて一回も言ってないんだよ、俺。確かに。ダメだよ、誹謗中傷したら。まあね、ということで、ケント君負けたんだ。はい、じゃあ、この動画上がった次の日に、サブちゃんに作文30分音読してもらいましょう。普通に楽しみだな。いやー、してた。絶対1問目より良かった。うん、2問目、3問目。けど、自分が勝てると踏んだ瞬間に、お前ねってやるのは、やめた方がいい。嫌われる。滑稽だったから。そこなんだよね。貴様ねとか言い始まるのは、めっちゃ滑稽だったから。嫌われると思うよ。じゃあ、みんなはこう、日本語に困らないように、ちゃんと国語を勉強しましょう。では、また、次の動画。ある？あるか。あれだ。次の動画はあるよ。これの第2回はあるかんないけど、最後の動画。次の動画はあるよ。